皆さんこんにちは、ナオトです。今回は今人気がある鬼滅の刃の第1話に出てくる難しい単語や四字熟語、役に立つフレーズなどを紹介したいと思います。鬼滅の刃を読んだことがない方も下のリンク先で試し読みができますので、ぜひ見てみてください。1つ目は12ページに出てきた空模様です。まず模様はパターンやデザインという意味で使われることが多いです。そして空模様は空の様子や天気の様子という意味になります。例えば空模様が怪しいや、この空模様ではすぐに雨が降るだろうのように使います。次は12ページに出てきた移ろうです。これは移るの移行形ではありません。一つの動詞です。意味は変わるに近いと思います。そして詩的なニュアンスがあると思います。例えば季節が移ろうのように使います。次は13ページに出てきた障子を張り替えるです。障子は外気を防ぐための木の枠に紙が貼ってあるドアのことです。そして障子を張り替えるは古い紙を取って新しい紙を貼るという意味になります。次は15ページに出てきた鼻が利くです。これは嗅覚がいいという意味です。英語だと Have a good nose という意味になります。次は15ページに出てきた日が暮れるです。この日は太陽という意味です。そして日が暮れるは太陽が水平線に沈む、夜になるという意味になります。例えば子供たちは日が暮れるまで外で遊んでいたのように使います。次は日常会話でよく使われるカジュアルなフレーズを3つ紹介したいと思います。1つ目は27ページに出てきた何とかするです。これは問題を解決するというような意味になります。例えば何とかするよや残りは何とかしますのように使います。また何とかしてとして使われると副詞の somehow という意味になります。この場合は何とかだけでも同じ意味になりますが、何とかしては未来についての文で使われているイメージがあります。例えば何とかして9時までにそこに行きますや何とか間に合ったのように使います。次は28ページに出てきたしっかりするです。これはとてもたくさんの意味があり、 Get one's act together という意味で使われることが多いですが、ここでは意識を取り戻す、 Recover consciousness という意味で使われています。次は36ページに出てきたちゃんとするです。これはしっかりすると似ていると思います。またちゃんとは副詞の正しくや適切にという意味です。ここでのちゃんとするは他動詞として使われていて、少し珍しい使われ方です。意味は問題を解決するという意味に似ていると思います。またちゃんとしたは形容詞として使われて proper や decent という意味になります。例えばちゃんと仕事をするや、これは私にとってちゃんとした仕事だのように使います。最後に第1話に出てきためちゃめちゃ難しい四字熟語を2つ紹介したいと思います。1つ目は生殺与奪です。意味は漢字のままなんですが、生かすことと殺すこと、与えることと奪うことという意味です。生殺与奪の剣という形で使われることが多いみたいです。この剣は権利という意味なので、生殺与奪の剣は
Power of Life and Death という意味になります。次は39ページに出てきた少子千万です。これはとてもバカバカしいという意味です。日常会話ではほとんど使われることはないと思います。難しい小説や記事、漫画の中のかっこいいキャラクターが使う言葉だと思います。これからもいろいろな漫画の中に出てくるカジュアルな日本語や難しい四字熟語などを紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画のスクリプトと単語リストも下のリンク先で読むことができますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。